か、自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、半年前にデビューしました113期の登録番号4804、三重県出身の高田ひかるです。ういういしいですね。ありがとうございます。若さが溢れてるなっていう感じですけども、今おいくつですか。今19歳で今年の8月で20歳になります。はい、成人式はまだこれから。はい、来年の1月に成人式迎えます。はい、三重支部ということですけれども、はい、支部の皆さんはどんな感じですか。支部の先輩はすごいみんな優しくて、はい、すごい熱心に親身になって教えてくれるので、はい、デビュー半年前はすごい下手くそだったんですけど、まあ、今も下手くそなんですけど、先輩方のおかげでちょっとずつ成長できてるかなって実感してます。はい、なんか今節もすごく団結してるっていう感じですよね。あ、はい、今節は、ヴィーナスシリーズに出れる三重支部の5人全員が揃ってきてるので、5人で力を合わせて頑張っていきたいと思って思いを一つにして戦ってます。あの、そもそも選手を目指したきっかけは何だったんですか。はい、私が9歳の時に初めてここの2ボートレース場に家族と一緒にボートレースを見に来て、その時に初めて見たレースで感動して、自分もボートレーサーになりたいと思ってボート選手を目指しました。もう9歳で決めてたんですか。はい、決めてました。受験は何回で合格したんですか。受験は4回目で合格して、はいはい、福岡に行かせてもらいました。あ、そうなんですか。夢が叶いましたね。はい、はい、やっと10年越しの夢が叶って、はい、今走らせてもらってます。はい、そしてデビューして半年経ちました。はい、今目標はどういうことを設定してるんですか。今目標はまずは自分が楽しんでレースをすることでお客様に楽しんでもらうことと、着順をしっかり守って諦めないレースをすることを目標にして走ってます。はい、昨日も結構いいとこ入っていきましたね。昨日はちょっとこけちゃったんですけど、やっぱプロの世界は厳しいです。でも攻める姿勢、それが見えた気がしました。はい、ありがとうございます。はい、さあ今日なんですけれども、はい、2レースに登場です。はい、もう気持ちはしっかり持ててますか。はい、気持ちはしっかり昨日寝る前からイメージトレーニングして、昨日の後半は転覆しちゃったんですけど、スタートは見えたと思ったので、しっかり今日は2レースからスタートも決めて戦っていきたいと思っています。はい、これからたくさんの方に応援してもらいたいと思いますので、はい、カメラに向かってメッセージをお願いします。はい、全国のボートレースファンの皆さん、おはようございます。今日も一生懸命頑張りますので見ていてください。お願いします。